あなたがまだ謹慎中っていうか、はい、パスポートかなんか取り上げられちゃって、 それもね、今日僕これ本当に改めてお礼言わないといけないなと思ってて、でもこの話初公開なんですけど、あれそれ捕まって3ヶ月後ぐらいかな、あの事件が起きて半年後ぐらいに夫人からモナコに誘ってもらったんですよ。でモナコに夫人何しに行くんですかって聞いたら、なんか国王に会いに行くみたいなこと言ってて国王じゃなくてモナコ公国の元首、はい、はいはい、だからモナコの一番偉い人に会いに行くんですよね。そうですね。で俺何言ってんだろうなと思って、でも夫人に誘っていただいて、僕も元気なかったんで、じゃあ行かせてくださいって言ったんですよ。でも残念なことにパスポートがね取られてたんですよ、僕取り上げられている、そう保釈中だったん でそしたら普通それでも諦めるんですけど、夫人に言ったら、あれ裁判所に電話してくれたんですよ。はい、それはあなたからお話聞いて、はいはい、あの時は若い日本のビジネスマンをあちらにお連れして、はいはい、あちらのビジネスの方たちと交流を開くっていうような意味もあって、はいはい、